さあこっちのフロアは？ナンバー12。何も起こらない。どうすればいいのかわからない。また何かの実験か？とにかく何にでも決意を注入してみる。めちゃくちゃなことをやってない？どうかうまくいきますように。アルフィーはここでの実験を隠してたんだね。ナンバー13。死体の一つ金を開けた。え？まさかの実験成功？下手な鉄砲も数打ち当たるって感じ？なんだかな。犬の餌を入れるボール、空っぽだ。こんなところで犬を飼ってるの？どうなのかしら。快適そうなベッドだ。左側からなら登れそうだ。あんたまさか寝るつもりじゃないでしょうね。快適そうなベッドだ。横になる？いやーちょっと疲れちゃってさ。本当に寝るのか。なんで BGM がなくなるんだ？ん？おい、何か出てきたぞ。さすがにヤバいんじゃ。はん？ふう、嫌な予感がした。あのまま寝てたら大変なことになってた。怖すぎるんだぜ。ナンバー14。動かなくなったモンスターたちが。全員目を覚ました。え、全員？みんな何事もなかったみたいに、歩き回ったり話をしたりしてる。みんなもう死んじゃってるはずなのに。死者が蘇生したってこと？まさかそんなことが。時計は壊れている。作り物の植物だ。よし、やっぱりもう一回寝てみようかな。マジで？快適そうなベッドだ。横になる？よし、今度は様子を見よう。来たわね。やっぱり現れるのな。魂を奪ってきたりしないわよね。ん？なんか伸びてきたぞ。手みたいだけど。おい大丈夫かこれ。え、布団をかけてくれた？なでなでして。消えた？もしかしてそれだけ？お話は、お前本当に寝てただろ。いやー、誰かわかんないけどいい人だったのかな。さあここは？これは鏡？金色の花だ。ここにもあるのね。ナンバー7。モンスターの魂を入れる器が必要になる。ほう。器ねー。生きたモンスターは、他のモンスターの魂を取り込むことはできない。人間か別の人間の魂を取り込めないのと同じだ。それなら、人間でもモンスターでもないものなら、器になるかもしれない。うん。ということは、動物とか植物とかか？ナンバー10。器の実験は失敗。別のサンプルを使った場合と大差はなかった。マジか。でもいい、どうせ扱いづらい素材だったし。一度種がくっつくと、取れないから。そんなんでいいのかしら。種がくっつくと取れないってどういうことかな？え？なんか出てきたんだけど。このモンスターは？見たことあるようなないような。そして選択肢が多いわね。とりあえず分析してみよう。で、ちょっと。悪いが全然読めないぜ。とりあえずなんか文字が重なってるよね。ってことは複数体いるとか？どうやらそんな感じがするよね。しかもなんか遺跡にいたような奴らだよな。さあ攻撃は？ん？こいつの顔に蝶々がたかってるが。わからん。とりあえずダメージは食らわなかったけど。次は何する？祈ってみようか。ひざまずき安全を祈った。は、正しい心を取り戻した。あ、効果があったみたいね。確か泣き虫にも祈った気がするよね。今度は顔の蝶々がこっちに飛んできてるが。やめてくれふう、まだ見逃せないのかな。文字が白いからダメみたいね。おからかった、効果があったようだ。よし、そろそろかな。おい、なんか顔飛ばしてきてるが。怖いわね。こいつは一体何者なんだ？さあ今度はどうする？謎の行動でもしてみる？謎の行動を取った、死神蝶は何かを思い出したようだ。ようやくかけもらえたか。あれ？それぞれの言葉がわかるように？くっついてたものが分裂したって感じ？え、もしかして。荒ぶっていた死神蝶は静まったようだ。あ、このモンスター死神蝶って言うんだ。怖い名前だな。ここのモンスターって、もしかして被験体の人たち？床にメモが落ちている、ところどころしか読めない。冷たい。
読めたのはそれだけだ。何かのスイッチのようだ。真ん中に青いスロットがある。青い鍵が必要ってわけね。冷たいところにあるってことでいいのかな。これ鏡じゃなくて氷っていう可能性は、まあ見えなくもないけど、だからって鍵っぽいものはないぞ。んじゃあ違うフロアか。よし、セーブして上に行ってみよう。分岐か。ナンバー15。実験は行き詰まっちゃったけど、でも、なんとかハッピーエンドにできたのかな。成功したの？人間の魂はアズワに返して、器はお城の庭に戻した。器をお城の庭に。もしかして一見の間か。それから被験者の家族には全員生き返ったって伝えた。理由が分かってないのよね。明日みんなをお家に返してあげるんだ。ま、結果的に成功したんならいいんじゃね。ナンバー16。嘘、どうしよう、どうしよう。ちょ、何かあったのかな。どうしようしか書いてないけど、嫌な予感がするんだぜ。ん？な、なんかカーテンの裏で動いてるけど、ちょっと待って、絶対ヤバいやつだろ。開けたら、何が？おい？ん？バスタブの中に緑の鍵がある。鍵を拾ってキーホルダーに取り付けた。あのうねうねは何だったの？バスタブは空っぽだ。鍵以外は特に何もないけど。ただのビビらせ要素だったのかしら。アンダーテルにホラー要素とか本当にやめてほしいんだが。お、ここにもセーブポイントか。え？ちょ、変形した？甘いレモンの匂いがする。も、モンスターだったのか。頭が全部口になってるけど。とりあえず分析を。って項目がないわよ。じゃあ助けを呼んでみるか。助けを呼んだ。しかし誰も来なかった。素敵な地獄へようこそ。うわぁ、めっちゃホラーじゃない。ん？うわぁ、食われた。なんちゅう攻撃だ。でもこれ一箇所だけ逃げられる場所があるわよね。甘いレモンの匂いがする。とりあえず回復しないと。バビコを半分食べた。HP が11回復した。私綺麗。いやー、だから怖いからやめてくれー。これはさすがにマリサじゃなくても怖いわよね。そしてこの攻撃は青攻撃的なやつか。甘いレモンの匂いがする。バトルが長引くと厄介だね。知っているメロディーをハミングした。レモンパンの体が震える。みんなそういうわ。え、どういうこと？みんなハミングしてるってこと？いや違うと思うが。この攻撃、何気に歯茎が赤いのがリアルだね。甘いレモンの匂いがする。どうしよう、叫んでみる？大声で叫んだ。しかし誰も来なかった。みんなそういうわ。く、答えが何なのか全くわかんない。ハミハミ攻撃はもうやめて。そんな可愛いもんじゃないわよ。甘いレモンの匂いがする。坊主なのか？腕の筋肉を見せつけた。レモンパンの筋肉が震える。しかし誰も来なかった。てか、行動の種類的にウォーターフェルのモンスターみたいよね。アーロンと筋肉対決してたよな。甘いレモンの匂いがする。わからん。放ってみるとかでいいのかな。ここまで来ると消去法ね。レモンパンを放っておいた。レモンパンは何かを思い出したようだ。この感じ、知ってる。あ、もしかして効果があった。そろそろ見逃せないかしら。これでさよならなの？え、それってどういう、まだ構ってほしい感じか？さすがにちょっとごめんだよ。ふぅ、ちょっと怖かったね。さあここは？ VHS プレイヤーとその横にいくつかのビデオテープがある。何かの順番でラベルが貼ってあるようだ。見てみる？この施設のことについてわかるかしら？ねえ、ゴアちゃん、起きて。ゴアちゃん。ん？どうしたんだい？トリエルとアズゴアか？なんで、ビデオカメラなんか。ホームビデオ？いいから、あなたのリアクションを撮りたかったのよ。ねえ、ゴアちゃん、私が一番好きなジャムは何でしょう？急にどうしたんだ？何かの伏線とか？いちご、だろう？ブー、残念でした。私が一番好きなジャムは、ママレード。え、全然意味がわかんないんだけど。どう？面白かった？ダジャレになってたかしら。もう遅いから、早く寝て。アズゴアも迷惑そうじゃねえか。待って、まだよ、ふふふ。じゃあ、もしも私が、カエルだったら何ガエルでしょう？わからないよ、何ガエルだい？なんだろう。正解は、ママガエル。え？ははは。子供ができて、嬉しくてたまらないんだね。あ、ママになるから？まったく、君の相手をしていたら。私はゆっくり寝るのも。
ままならないね。お、アズゴはもううまいこと返したぞ。ていうかめちゃくちゃ仲いいよね。さ、もう寝ましょう。え、まさかの死んだよ。待ってくれ、ポリー。今のは笑えただろう。これはアズゴアがかわいそう。あははは、からかっただけよ。おやすみなさい、ゴアちゃん。ああ、おやすみ。そうそう、部屋が暗すぎてきっとビデオには何も映っていないと思うわ。ほんと、終始真っ暗だった。あと4つあるよね。どのテープを見る？順番に見ていきましょう。よし、ポコニャン、準備はいい？え、ポコニャン、この声は？はい、不気味な顔やって。不気味な？うわぁ、ふふふ。あ、たんまたんま、レンズのキャップつけたままだった。なんだそや。なんで？いいじゃん、もう一回やってよ、あははは。もしかしてこの声、アズリエル？僕には全くこの記憶はないけど。どのテープを見る？徐々にわかっていくのかしらね。ハロー、ポコニャン、カメラに向かってスマイル。これは別の日か？あはは、引っかかった。キャップをつけたままだから映ってないようだ。一人で笑ってんの、ふふふ、ウケる。うん、また意地悪か。ああ、覚えてる覚えてる。父さんにバタースコッチパイを作ってあげようとした時のことでしょ？レシピにバターカップ1って書いてあったから。バターカップっていう花を摘んできて入れたら毒があったんだよね。マジで？そうそう、それで父さんめちゃくちゃ具合が悪くなっちゃってさ。すっごい反省したよ。母さんもカンカンだったし。君みたいに笑い飛ばせればよかったんだけど。ちょ、ポコニャンなんてひどいやつ。知らないってば。その話がどうかした？え、カメラオフに？うん、わかった。まさかこれから大事な話を？うん、僕とは別人だと思うんだけどな。どのテープを見る？次はテープ4ね。ねえ、ポコニャン、やっぱりやりたくないよ。え、何をだ？え？な、泣いてないって。もう子供じゃないんだ、泣くわけないだろ？うん、そうだよね。まさか、君を疑うわけないじゃないか。うん、僕たちは強いんだ、みんなを自由にするんだ。僕、あの花を摘んでくる。ポコニャン、何をそそのかしたの？本当に知らないってば。どのテープを見る？次が最後のテープね。ポコニャン、聞こえる？目を覚まして。え？一体どうしたんだ？ポコニャン、決意を力に変えるんだ。これは、ゲームオーバーの時によく聞くセリフ。諦めるな、君は人間とモンスターの未来を担うもの。あ、もしかして前に落ちてきた人間の話？ねえ、ポコニャン、お願い、目を開けて。やっぱりこんなことやめようよ。だって、僕。うん、そうだね、確かに僕は君を疑ったりしないって言った。6つ、だよね、6つ手に入れればいいんだよね。君と僕で、2人で一緒にやるんだよね。もしかして人間の魂を奪いに行くつもりか？ナンバー4。魂に関する情報を得るため、人間について調べた。資料を求めて城の中を探っていたら、こんなテープを見つけた。アズゴアはきっと見たことがないだろう。きっと見ない方がいい。アズゴアはこのことを知らないって感じか。VHS がたくさん並んでいる、ほとんどはアニメのようだ。アルファベット順のようだが、いくつかバラバラのものもあり、それらはベトベトしている。ベトベトしてるって？もしかしてあのモンスターと関係あるのかな？ VHS がたくさん並んでいる、ほとんどはアニメのようだ。床にメモが落ちている、ところどころしか読めない。シーツの、下。シーツってもしかして、読めたのはそれだけだ。さっきの部屋？何かのスイッチのようだ。真ん中に黄色いスロットがある。ベッドがたくさんあった部屋のどこかに黄色い鍵があるって感じかしら。後で調べてみようか。KTI 抽出マシン、ステータスオフ。KTI って何かの略語かしら。代わりにトイレに行ってきてなら知ってるけど。絶対違うだろ。たく。それよりなんか変なところに出ちまったが。暗くてよく見えない。うん、このモヤモヤは何かしら。見えないけどそのまま進めそう。行き止まり？あ、行けたね。床にメモが落ちている、ところどころしか読めない。カーテン、これはさっきの。読めたのはそれだけだ。しかし、緑の鍵はスロットにぴったりはまった。うん、さっき拾ったもんね。この部屋、
どうにかならないのかな。モニターっぽい音がするわよね。読んでみたいよな。うん。まあとりあえずまだ行ってない場所に行こうか。確か分岐してたのよね。右の方に行こうか。また変なモンスターとバトルにならなきゃいいか。いや多分戦えそうだよね。お、ここだね。さあこっちには何があるのかしら。